悪魔が取り付いている人の家の特徴3つ。正直あなたの金運はあなたの家を一見見ただけで分かってしまいます。実際僕の友達で今から言う特徴の最後の一つに当てはまっている人が最近に会ってしまいました。1つ目、ゴミ箱が溢れかえっている。ゴミには疫病神が取り付くと言われているぐらい危険なものなんです。絶対にゴミ箱はきれいにしておきましょう。2つ目、段ボールが積み重なっている。アマゾンなどで届いた段ボールはすぐに畳んで家の見えないところや倉庫などにしまっておくようにしましょう。空箱のまま放置しておくのは一番危険です。そして最後の3つ目、これは想像するだけでも悪魔に取り付かれてしまう理由がわかるぐらい危険なものです。それはつかない照明や壊れたものが床に置きっぱなしになっている。